こんにちは、速稼塾の久保です。資産1億円ね、目標として掲げるのにはなかなかいいんじゃないですかね。ただ1億円で暮らしていけるかどうかっていうと、そうですね、総資産1億円でしょう。負債の額がどのぐらいあるのかにもよるんですけどね。要するに資産がこれだけあっても負債がこうですよとか、そうですね、例えば家をローンで3000万で買いました。3000万の資産はできたけども3000万の負債ができたとも言えますよね。この負債には金利がかかってきますので、こっちの資産で生み出した利息を食い潰していくわけなんですよ。この関係まで語らないといけないのかなと思います。でそういうのなしにして、私の暮らしからすると、私の場合は家のローンというのはないですからね、基本的に。まあ、車もローンがないし、毎月の支払いっていうのは、まあ、生活費ってやつですかね。それは変わんないんですよ、ほとんどの方と。であとはそのレジャーの費用とかがかなり変わってくるかなっていうのと、あとはまあ会社経営をしている経費っていうのもここに複雑に絡み合ってきますんでね。で会社を持っているっていうのも資産だと思うんですよ。まあ、ですんでね、資産1億円がどういうふうに生み出すのか、もしくはそのなんていうのかな、その資産1億円っていうのをどのような構成にするのか、その構成費をどのようにするかっていうのがまさに人生設計だと思うんですよね。まあ、ですので資産1億円でどうですかっていうご質問いただきましたけども、ちょっとまあ答えにくいなっていうふうにね、分かりにくいなと思いますね、それは。まあけど、例えばね、10年かけて1億円を作るんだったら1年間で1000万の、余剰資金を作るって話じゃないですか。となると、多分投資をやるよりもそれを繰り返した方がいいと思います。あと10年かけて1億円を2億円にするとかね。で、もう10年かけて、その2億円を3億円にするとかっていうことだと思うんですよ。まあ、よく言われる生涯賃金なんですけども、まあ、これは事業形態とか雇用形態にもよるんですが、大体一生のうちに人は2億7000万ぐらい稼ぐと言われていますよね。となると、花屋龍馬さんが30代で1億円稼ぐ、40代でもう1億、50代でもう1億ってことになると、まあ、確かにリタイアするのに50代でできると思いますんで、これからの10年で30代で1億円稼ぐっていうのは、いわゆる普通の稼ぎ方、生涯賃金2億7000万と言われている人からすると、ちょっと早めに人生は楽になると思いますけども、多分資産1億円で30代のうちに隠居暮らしっていうのは、まあね、ないんじゃないかなと思いますね。そもそも1億円の資産を作るって結構大変で、まあ、要するにあらりが 80% のことをしたにしても10億円売って8億円なわけなんですよ。で、あらりが 80% の仕事をしてもね、10億円売っても8億円で、8億円のうちの半分が課税として、で住民税とかも考えると多分手残り3億円ぐらいなんですよね。そう思うと、逆算して1億円を純粋に資産として残そうと思うと、少なくとも2億円の利益は必要になってきます。2億円の利益ね。で、2億円の利益を作るために多分7、8億は売らないといけないのかなと。あらりの高いものをやっても5億円ぐらいの売り上げがいるんじゃないかなと思うんですよ。5億円の売り上げってことは、30代で、そうですね、1年で5000万ぐらいの売り上げになるんで、前人未到かなと。すごいことだなと思いますね、こうやって分解すると。で、1億円稼いでから投資をするっていうのは、投資の利回りとかを得るっていうのは非常にいい考え方なんですが、まあ、1億円に行く前に投資に手を出す可能性が高いかなと思ってますね。まあ、私としてはきちんと資産ができて人生の支払いがなくなった状態で投資をするってことをした方がいいと思いますので、あらゆるローンがあるうちは、まあ、資産は資産ではないかなというふうな解釈をした方が分かりやすいかなと思いますけどね。まあ、これくりまして言いましたけども、30代で1億円ができたくらいではまだまだ何とも言えないのかなと思います。それでは、まあ、サラリーマンの資産状況になっちゃうのかなと思いますよね。サラリーマン卑下してるわけじゃないですよ。だからいわゆる、まあ、中小企業なり大手企業に勤めてる方が
30代終わった頃にできている資産が1億円ぐらいだから、まあ、そこは横並びってことじゃないかなと思います。自由に暮らせるとかっていうのはまあないと思いますね。ないかなと思いますね。なんか1億円というとすごい金額のように思いますけども、まあ、案外すごくないというかねなんかわかんないけど余裕はないですね。1億円ぐらいではその1億円が常に年間で 4,500 万円を生み出しているって状態にすればね、それはなんか1億円を減らさない限り大丈夫って、 4,500 万円を使っていけば OK ってことになりますから大丈夫でしょうけど、まあそのそんなものはなかなかないですねないですね。そんなのはね、1億円があるだけでそれこそ年間で数百万を生み出すみたいなモデルってのはもうちょっとないです。それだったらね、1億円以上稼いだ医者とか弁護士さんって国会議員の方とかね、働かなくなっちゃうんですよ。でも全然働きますからね。それは仕事が好きってのもありますけども、結局はお医者さんにしても1億円を作り出すのに使ったリース料とかね、医療機器機材とか、それから保険料とかね、まあ、さまざま他にも必要なんですよね、やっぱりね。いやー、1億円か。憧れた時期はありましたけども、1億円では人生は変えなかったというのが回答です。いやー、なかなか1億円はあるといいんですけどもね。ビジネスはやめられないですね、1億円ぐらいでは。まだまだ作んないといけないんじゃないですかね。じゃあ、以上でございます。